めぐみの大樹か。完成はまだらしいが、ちんけな木がよくここまででっかくなったな。これもお前のものづくりの力だ。それにしてもデフ、ハーゴン教団ってのは一体何なんだ？何？そもそも大神官ハーゴンは、ロトの勇者に倒されたはずだ、だと？どうやら謎が多い島みたいだが、俺が一番不思議なのは、島の連中がビルダーのことを絶望を振りまく存在って言ってやがったことだ。おいお前たち、朝から何無駄話しておる？大樹を育てるための次なるお題を教えよう。さあ、わしのとこへ来るのだ。クックック、ビルダーよ。あのチャコとかいう女子のことをどう思う？いつも前向きで何があっても諦めぬ姿。わしの破壊の意志を削ぐものがある。さて、綾津のためにも、大樹を育てる次なるお題を教えよう。皆の者、集まるがよい。あれ、チャコさんにちょっと恋心抱いてる？と、その前にだ。この地に教団が攻めてきたことを一言詫びさせてくれ。あやつらが攻めてきたのはわしの意志ではない。ここにわしがいるのはあくまで。あれ？皆さん空を見てください。これは。ん？うお、あの実は、あれ最初にあったやつだよね。あんなとこに出来上がったあいつ。しかも扉壊してんじゃん、あれ。あそこにもババンゴの実が。なんでババンゴの実が？それになんすかこの空。でもってなんなんすかこの風は。うぬぬ、おのれ、どうやらこれは鎖風のようだ。ここしばらくは吹いてなかったのだが、鎖風が吹くことでパパンゴの実が現れる。この風こそ島の土を腐らせる元凶なのだ。そう、それはこの風を放っておいたら畑が全部ダメになるってことすか？せっかくここまで来たのに、また腐った土に戻っちゃうなんて、そんなの絶対に嫌です。奴らは空気を取り込み呼吸しておる。そして吐き出す悪しき気が空気を汚し、島の土を腐らせる。それなら、実と、空気を切り離せば呼吸が止まって身が壊れるんじゃ。風の元を立つことは今はできぬだろう。だがビルダーのネフなら身を壊し風を抑え込めるかもしれんな。そっか、ブロックで身を閉じ込めれば空気を遮断できるはずです。村にある5つの身を壊してください。5つで、ブロック、はあ、ブロックで囲めばいいの？しかもここ草原だしね。こう？ああ、こういうことか。うわわわ。ババンゴの実を壊せたんですね。すごいです、デフさん。島のみんなを苦しめてきた実をまさか本当に壊せるなんて、私感激です。実はあと4つあります。この調子で残りの実も破壊してください。はい。こういうことか。で、なぜかあれだね、小麦の種をくれるね。はい。チキショ、こんなところに。はい。じゃあ、こうだな。で、こうだ。あれ？こうだ。これって木の柵ってどうなんだ？はい。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 あ、やっぱ木の柵はダメなのね。違う。こうやって、こうだ。うわわわわ。
身を全部壊したんですね。すごいです。デフさん。これでこの風もどうにかなるといいんですが、ひとまず副総督さんに知らせに行きましょう。ぬぅ、ババンゴの身をすべて壊したのか。これであるいは。わ、皆さん空を見てください。おう。お？鎖風とやらが晴れたみたいだぜ。ぬおー、デフ。よくぞ。よくぞやってくれた。これで農園が腐らずに済んだぞ。デフ、よくやった。お前のビルダーの力、なかなか素晴らしかったぞ。我々ハーゴン教団は、恵みの大樹と島の大地を完全に破壊し、島に二度と実りが生まれるようにした。そして島の人間にも一切のものづくりを禁止し、我々と共にさらなる破壊を行わせたのだ。破壊の権化たるわしは、それが当たり前だと思っていたが、あの大樹の若木を見たとき、死んだはずの大樹に命が宿るのを感じ、わしは驚いた。そして、大樹の若木やデフのものづくりを見て、わしは考えてしまったのだ。そうか。それで貴様は木を見て気が変わったって言ってたんだな。わしの知識は貸してやる。大樹の若木を育て上げ、わしにもっとものづくりの力を見せてくれ。ははは、教団の副総督にまでこんなことを言わせるとは、ビルダーってのはやっぱり面白いな。ビルダーよ。大樹が完成する前にまた鎖風が吹いたら同じ方法で身を壊し、農園を守るがよいぞ。それで大樹を育てる次なるお題ってやつはどうなった？さっさと教えろよ。くそうであったな。今度こそ大樹を育てる次なるお題を教えよう。心して聞くがよい。大農園の道。たくさんの野菜、5種類の作物の種まだあるのか。植えるべし。農園に5種類の種を植え、250マス分の畑を作るのだ。めっちゃ広いね。ってことは、種の種類がまだまだ足りぬようなら、モンゾーラの島を巡って探すがよい。5種類の作物か。キャベツと小麦はすでにありますから、あと3種類種が必要ですね。うむ。この島にはまだまだ種が眠っておるはず。仲間との種探しが当面の目標となろう。ん？どうしたデフ？何かこいつに言いたいことでもあるのか？何？ここまで一緒にやってきたんだ。正式に村の仲間になれたと？調子に乗るではない。このわしがビルダーの仲間になるなど、今までの話は全てなしだ。なんちゃって。なんか副総督だんだんお茶目になってきたな。仲間であれば副総督などと呼ぶ必要はない。我が名はマギール。お前たちはマギールさんとでも呼ぶがよい。なんならマギールちゃんでもよいのだぞ。とうとう副総督まで仲間に入れてしまったか。わーい、マギールさんが仲間になってくださるなんて、とっても心強いです。この島にはその昔、農園の発展に祝う収穫祭があったそうです。大樹が育ったら収穫祭を開きましょう。収穫祭だと？なんだかよくわからんが面白そうだ。楽しみだな、デフ。祭りか。そのためにもまずは新しい種探しです。やるぞー。えいえいおー。ミミズンが大変なことになってんな。ああ、5種類の種ね、右に出てる。あれ、こんな犬っていたっけ？あ、違う違う、チャコさんじゃなくて。あ、これか。ワン。って、わわわ、このワンちゃんいつの間に、なんて都合のいい。ワンワン。ん？向こうに何かあるのか？さっきモンゾーラ犬がどうとかどこうとらってチャコさん言ってたね。このワンちゃんまさか大樹の使い的な子なんじゃ。使い的な子。種の場所を教えてくれるんですよ、多分。そううまい話があるとは思えないが、どうする？このワンコについていくか？